ちゃこんにちは、豊さん、はい、日本ハムがクライマックスシリーズ、はい、配信進出確定決定しました。やりましたね。やりました。ありがとうございます。ね、新庄監督そして選手の皆さんもこの日を待ってたというか、これのためにっていう。そうだな、うん、まあでも戦う集団になったな。3年でなるものなんですね。豊さん、はい、まあ、就任しました、はい、ビッグボスの、まあ、いでたちというか、記者会見してで最初に出てきた言葉が優勝なんか狙いませんと、うん、来シーズンと、うん、結構衝撃的なコメントから始まったわけですけれども、はい、まあ最初の年、豊さん見ていて初年度はどうでした、印象的には。まあ、印象はパフォーマンスが過ぎるなっていうような、うんうん、まあ、そんな感じがしてたんだけど、はい、なんかね、こう見てると、ああこれみんなフラットに見てるわと思って、はい、その時の実力者っていうのがコンちゃんであったりだとか、はい、だったんだけど、それも含めて隔てなくファームの人間もみんなこう耕したね。だからゼロにしたっていう感じがするんだよ、チームを。本当のゼロですね。本当のゼロにした。だからレギュラーは誰もいない、うん、で全部一軍に上げる、はい、これは経験させるっていうね、うん、まあその一軍を見せる、景色は違うところを見せてやる、うん、まあ、それが選手にとってどれだけのモチベーションになるかっていうのも新庄監督は分かってたし、うん、まずやっぱこうどんな時でもネガティブにならないな。そうでした。ずっとポジティブだったな、うん、だからもうこれがやっぱ選手を引きつける魅力になったんだと思う、うん、あと1年目は厳しさというよりも何かこう和気あいあい野球の楽しさを一から選手たちに教えるとか、まあ、守備にしても特に厳しい険しい表情というよりかは常にこう自分がパフォーマンスしてファンを取り込んだりとか。まずね、最初はね、もうとにかく経験だよね、うん、まあ、経験を与える、それと負ける思考を作る。負ける思考、勝つ思考じゃなくて負ける思考を作る、はい、負けるってこういうことなの、うん、なぜ負けるんだって、負けて当然だろうって、はい、でも決してそこでマイナスのことを言わない、うん、ポジティブなことばっかりをこう選手に投げかける、うん、ね、こう花でも綺麗だよって言ったら綺麗に咲いてくれる、はい、なんだこの花って、うん、なんか俺のタイプじゃないなみたいなったらなんかしおれてくるみたいな、うん、まあそういうこう感情に訴える、うん、で2年目はいや優勝します、絶対優勝するんだって言った、うん、はい、これは勝つ思考を考えさせる、はい、どうやって考えるって、うん、勝つってどうなんだって、うん、勝つためにはじゃあ何をしなきゃいけないんだ、うん、それをみんなに考えさせる、はい、そしたらこの1年目に培った負ける思考が、うん、ね、くすぐってくる、うん、悔しさ出てくる、で3年目花が咲くっていうような、はい、やっぱ段階がねしっかり計算されてるという、ゼロにしたところから、まあ早かったなと思うけど、まあそれだけの選手はいたな、うん、まあ、例えば万波にしても清宮にしても、はい、いい選手はいた、うん、でもそれは新庄監督が行った時に分かってたんだな、もう、うんうん、だからゼロにしたりだとか、はい、で負ける思考勝つ思考、うん、そして勝負の年に位置付けて、うんうん、でいろんなポジションをやった。そこですよね、1年目から。そう、いろんな、うん、いろんなポジション、いろんな打順を打たすことによって、うん、いろんな考え方が生まれる、うん、例えば磯畑が4番を打つ、はい、これ生まれてから4番を打ったことないと思うんだよ、はい、でもプロに入って4番だぜ、うん、そしたらいや1番バッターにどんなバッターがいるかによってやっぱり4番の考え方って変わらないかっていうのを教えて、はい、だから外野から、まあ、万波が内野に来る、ファーストやる、これ分かってんだよ、うん、できないっていうのも、うん、あ、新庄監督はそんな上手くなんかできるはずがないって、うん、でもお前いい外野手になるんだったら内野の気持ちも分かる、はい、ゴロの取り方勉強になる、だからすごい取り方上手くなったよね、その時の経験がきちっと生かされてるってことですよね。そしたら万波は、うん、決してノーバンで投げようとしなくなった、うんうんうん、これなぜか分かる、カットマンの高さで投げるんだよ、あ、そしたらバッターランナーが行きづらいんだよセカンドに、あ、だから万波は肩が強い、うん、だから一人で投げたがる、うん、これは相手のチームも分かってる、はい、だからバッターランナーも万波がバックホームに入ったら走れっていう指示が出せないんだよ、カットマンの高さに来るから、はい、だからカットマン取られたらバッターランナーがアウトになっちゃうから、うん、
いやだから決して投げない、大体ワンバウンドで投げてくる、だから見事だよ。いろんなポジションのいろんな打順の人のその状況を把握しとくっていうことの大切さですよね。そうそう、それをやっぱこう身をもって体験させてるっていうさ、だから甘いなと思うよ。ただ1年目からやっぱり打順をあそこまでコロコロ変えたりとか、あとその守備も内野から外野だったりとか で近藤選手を使わないとかでいろんな批判もされたと思うんですよ。で本当にこんな野球で大丈夫なのっていう風な解説の方もいらっしゃったりとか、でもそんな中でも突き通すというか貫き通す、いやだけどな、俺新庄監督は風穴開けたのは、うん、選手はチームのためにあるっていうことをはっきり分からせたよね。だから日本ハムの選手たちは何を受けてもそれがチームのためになるんだったらそれは従うと、うん、でも他のチームある球団であればチームのためにって言ってもいや俺のプライドは許さないぜみたいなやつが出てくるんだけども、それを許さない、はい、だそれだけの統一感がある日本ハムには。そうか、だから強くなる。そうなんですね。そう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 、あと1年目といえば三塁一塁っていうのも何作ったのも新庄監督だったなっていう、各球団が動き出したよね。そうなんですよ。いやだからみんな批判を怖がって考えてたことをなかなかできなかったのが、やっぱりやることによって称賛される新庄監督を見て、うん、やってもいいんだみたいな気づきも他の球団はあったかもね、はい、そうですよね、うん、で2年目ビッグボスから名前を変えて春のキャンプから非常に厳しい顔つきになってボロッと変わってっていう、ただその2年目も優勝しかもうないですと話されていたけれどもなかなか結果は出ず、私固定はできなかった。結果が出ないのは分かってる、分かってた。ただそういうことによってやっぱ勝とうとするだろうと、うん、その勝とうとするところの思考をやっぱ植え付けたかったっていうね、うん、2年目は、はい。で2年目は、うん、豊さんはこの1年目から成長であったりとか何か変化っていうのは、ね、やっぱり万波が成長したしさ、うん、やっぱココが成長してきたよね、はい、うん、だからそれは上川畑であったりだとか、うん、まあ、タミヤが最後の方に出てきたりだとか、はい、まあ、色々こう今年に戦える選手たちの芽吹きがあったというかさ、はい、まあ、そんな感じがする、うんうん、そして迎えた3年目、新庄監督は1年ごとの更新なので今年が最後になるのかどうなのかっていう中での3年目、まあ、勝負の年です、ね、はい、今年はどんなふうに見てましたか。いや今年は俺はやっぱり順位予想でね、うん、A クラスに入れてるように、はい、いや今年はもう十分戦える準備が整ったというね、うん、まあ、そんな感じがしたよ、うん、だから山崎福也取ったしね、はい、で加藤が残ったし、うん、噂は出ていったけど全く影響なかったし、うん、っていうようなことだったよね。そうですね、うん、やっぱね新庄監督はね切符がいい、うん、勝負に対してもそうだし出す選手にしても切符がいい、はい、俺たちにはこれが必要なんだっていう人間を取ってくる、うん、でまだチャンスがあるけどもうちではもう絶対出れないっていうのを惜しげもなく出すという、はい、まあ、そういうこともできるし、そうですね、やっぱり切符がいいなっていうふうには思うね。ただ1年目2年目最下位で3年目で2位っていうのはこの飛躍の仕方っていうのがいやこれはすごいなってやっぱり思ったんですけど、ジャンプ、いやもうやっぱ戦える人間になったし、うん、みんながそういうふうになったし、うん、負ける思考と勝つ思考の合体がやっぱいい具合の化学反応を起こし、まあ、勝つ思考になりながらこう進んでいくよね。いやだからそれとやりながら自分たちの持ち場持ち場っていうのが分かってきてるよね、選手たちが、選手たちが、うんうん、だからまあ働きやすいだろうし、うん、あとはやっぱりよく情報を集めてるな、選手の情報もそうだし、うん、他の情報も集めてる、そうですね、俺話した時に今川これで出れますかみたいな聞かれていやこれじゃちょっと無理だなみたいな、うん、今川もうちょっと頑張らないと無理だねっていうような話したら、はい、そうですよねって、うん、まあ、あの子もいい選手なんですけどねみたいな、うん、今ね入るとこがないんですよ、うん、俺のなんか持ち物みたいになっちゃって今川が家族みたいになってますね。そうそうそう、だから今川のことも気にはしながら、うん、俺が今川をこう押してるっていうことも、うん、
もう本当に事細かい隅々までなんかこう情報をね、はい、得てるなっていう感じがするしますよね。あとは今年で言うとあの万波選手やっぱ状態が悪ければ外し、清宮選手をこっからこうはめればいくだろうなっていうところではめ、レイエス選手も後半はめ、もうそれがビタッビタ当たっていくっていう、まあ、当たっていくっていうか、はい、当たるように持ってってるよね新庄監督。いやまあ会話の中とかで、まあ、それとは SNS も使いながら、そうですね、で水谷にはめたっていうのが最初それだからな。そうだ、うん、だから一番心を持った監督だな、あの心を動かせる監督だよ。そうですね、選手の、うん、選手のあの喜び方でも、うん、やっぱね一つ芝居が入ってる、うんうんうん、選手たちの気持ちを上げるためのっていうことですよね。そうそうそう、うん、そんなことはね新庄監督はね人のためなんかやるような人間じゃないだけど仕事としてこれをやんなきゃいけない、モチベーションをみんなの上げなきゃいけないっていう、うん、天才的なところを持ってる。自分大好き人間だ、うんうんうん、新庄監督は、はい、他の人のためになんて思わないよ、うんうん、でもこれはここで上げとかないと、俺が先頭になって上げとかないとチームが上がらないってなったら惜しげもなくそれができる人なんだよ、はい、だからそこら辺のねやっぱ感性っていうのは素晴らしいもんか。あとはこのチームから7人のスター選手、とにかくスター選手を出すんだっていう風に公言してから、今年のオールスターでまさにスター選手もう7人どころじゃなくなったな。そうなんですよ。いや本当だよ、うん、加藤、山崎、幸也、はい、まあお前 FA でね幸也が来てるけど、はい、まあ伏見とか、そうですね、神谷選手もそうですし、レース、マルティネス、はい、水谷選手もそうですし、水谷もそうです、はい、清宮もそうですし、はい、まあ、名前はあったけど成績がついてこなかった、うん、まあだけど成績がつくようになった、うん、まあ、郡司とか、はい、ね、松郷とか、うん、まあ、磯畑にしたって。そうですよね、うん、で本当はもうスター軍団作ったよね。有言実行ですよね本当に。まだまだ新庄監督から言わせたら、うん、いやいやでもさ、スターじゃないですよまだまだみたいな言うかもわからないけども、うん、魅力のある選手が多いな。多いんですよね。でファンを引きつけるような魅力を持ってる選手たちがたくさんいるっていうのも、まあ、そうだね、そうですし、あとは新庄監督がしたことといえば、例えば、査定にしてもイニング何回か行ってもらうとプラスアルファ、まあ、またいだね、はい、またいだらとか、買いまたぎしてくれたら、はい、まあ、査定がグッと上がるとかね。そうです、そうです。で選手のモチベーションをやっぱり上げるとか、選手に例えば代打とかの時にここで打ったらマンション買ってあげるよとか、なんか車買ってあげるよみたいなあって、それで本当に打ったりとか。本当買うのかな。いや買うとは思うんですけどどうなんだ、その後聞いてないですけど ね、まあ、ねみんなとか、いろんなことにすぐ動く、すぐこう言葉で発するっていう、そのスピーディーさ、そして結果が出るっていう、それもすごいなっていう。そう、うん、でも本当に変えそうだから怖いよな新庄さんならやりかねないでしょうね。やりかねないな、普通やりかねないと思います。で今やっぱり上司にしたいナンバーワンにもなってるそうなので、厳しさの中にも愛があるっていう。いやいや俺は、うん、ああ見えてやっぱり厳しい監督だと思うよ、うんうんうん、ああいう風にしてるけどね、うん、いや勝負に対して規律に対して、うん、本当に厳しい男だと思う、はい、うん、ただ愛情がその何倍も何十倍もあるっていうのが、そうそうだな、うん、まあ、愛情はすごく感じるな。それを選手も分かってるんですよ、まあ、それが素敵だな。そこなんですよね、まあ、うん、まあ、上司にしてみたいよ上司にしてみたい。いやね、あ、やっぱり若い子たちにもやっぱり人気あるんだなっていうのはね思いますしね、まあ、マスク取らないのは表情を読み取れたくないというね、うん、相手チームにってことですね。まあそれもそうだし、やっぱり自軍の選手たち、うん、まあ、そういうのもあるよね。ですよね。まあね、クライマックスシリーズ確定させて、ここからは日本シリーズをかけてっていうところになっていくと思うんですけれども、まあ、そうだな、はい、まあ、あのソフトバンクとはね今年いい勝負してるし、はい、若干なんかソフトバンクの方は嫌な思いを持ってるだろうな、うん、日本ハムに来られるのが一番嫌だと思うんですよ、まあ、まあそうだね、うん、だからまあもう絶対ファーストステージをね、はい、勝ち取らないとね、あの日本ハムはまず勝ち抜けしないとね、うん、まあ、楽しいクライマックスシリーズだと思う。
だから選手たちに新庄監督はクライマックス決まったけれども、例えば君たちがクライマックスシリーズ決まったけれども、もう一個先の、はい、まだまだ見るところがあるよねっていうことをもう話されてるのかなとか、優勝っていう、日本一っていう、まあそうだな、権利は取ったわけだからな。そうですよね、そういうね、行けるだけの権利はまずは一つ取ってるわけだから、はい、どういうふうなね、また野球を見せてくれるか、はい、オーソドックスに戦うのか、それとも奇襲をかけていくのか、はい、まあ、ちょっと楽しみだね。そうですね、はい。